タビ、いいオーケー。おはようございます。現在時刻は朝の7時10分。朝日が綺麗です。今日はこの後レンタカーを借りて南部のビーチを巡りたいと思います。わあ、雪道じゃない。快適。気温は20度。それでも日差しが強いのでクーラー入れてます。いやー、考えられないな。去年から YouTube で沖縄の景色を見ていますが、南部も結構綺麗なとこあるんですよね。いやー、早く見てみたいな。いやー、見えてきました。綺麗です。未来金井橋です。すごーい絶景。おアダマサンサンビーチ来ました。あー、綺麗なビーチです。おー、すごい水色、この色綺麗。おー、透き通ってます。うわー、いい。ビーチに手作りのブランコがあるんですが、なかなかインスタ映えしますよね。ちょうど今親子が楽しく遊んでいるんで、これ以上写真は撮りません。よかったら来てみてください。青い空、知念岬着きました。これから先まで行ってみたいと思います。ミーバルビーチです。すごい綺麗。ここは500円の有料駐車場があります。まあ、お金取られるんで、まあ、誰も来てないですね。逆に貸し切りで良かったです。それではビーチ歩いてみます。サンゴがちょっとありますが、水はすごい綺麗。こんな感じです。この眺めからのいい木陰見つけました。ここで今日はゆっくりします。今日は飲めないので三品茶です。あー、うまい。せっかく来たんで明日だけ海に浸かってみようと思います。おー、冷たい。でも晴れてて気持ちいい。ふー、砂の上は暖かくて歩いて気持ちいいです。ふかふかしてます。いやー、この景色を眺めながらぼーっとしてました。ここは静かに一人で過ごすには最高の場所です。今日の動画のエンディングの前に
BGM なしでこの景色を入れたいと思います。よかったら皆さんもここに来ているようにバーチャルトリップしてください。これから道の駅大瀬で買い物します。北の城ビーチです。ここは地元の方がテントを張ってバーベキューしています。ここに島もあります。今日泊まるサザンビーチホテルです。大きいリゾートホテルですね。はい、窓を全開にしてみました。こんな感じです。バルコニーあります。後でここでゆっくり飲みます。目の前。今日はこの部屋からの眺めが素晴らしいので、ここでもう飲みたいと思います。明日は沖縄にいるとある方と会います。会えるかな。それではまた明日お楽しみに。チャンチャンチャコンチャン、トビイトビイトビイチャンネル、見てくれてありがとう。チャン。